1番地元ホームバンク岡崎徹、2番栃木菊池大輔、3番千葉武藤隆、4番地元ホームバンク宮下純、5番栃木植木隆、6番群馬野田英吾。以上のメンバーによる対戦です。このレースは6車立てとなっています。第一発走直前のバンクコンディションです。気温は11度、湿度は 85%、 風は北の風 1.5 メートルと発表されました。バンク内は3コーナーから1コーナーに向かっての風向きです。少しまだ小雨状態のコンディションです。号砲になりました。第一レースチャレンジ予選競争スタートです。3番武藤隆が前を取って1コーナー、続いて1番は岡崎徹です。4番が宮下純、難関勢が前攻め、後ろからの攻めは関東勢、5番植木隆に2番菊池大輔、最後尾6番野田英吾です。バックストレッチです。3番武藤隆が先頭、千葉の先行タイプです。ここ3場所予選は新人選手と当たって苦戦していますが、ペースをつかめば末脚はしっかりしています。マーカー地元の1番岡崎徹、過去に武藤とはワンツー実績があります。その後ろが4番宮下純、3番1番4番難関勢、2周回目に入っています。5番の植木隆が4番手から、前走大宮の最終日は前池からそのまま先行していました。その前の大宮の予選、大垣の最終日が先行、大宮の予選では馬を追い上げて番手にはまる競争をしていました植木隆。難関勢相手にどう出ますか。マークは2番車同県栃木菊池大輔、続いて6番は群馬の野田英吾、関東ライン5番2番6番です。2周回目の4コーナーを待ってのホームストレッチ、関東勢4番手から動きます。5番の植木隆が上がって抑えに来ました。打掌周回1コーナー、武藤隆は下げます。4番手に引いた武藤隆、関東勢が前となって第2コーナー、5番の植木隆がペースを緩めて武藤隆を睨みながらバックストレッチ、今ジャンが鳴って残り 600m、 植木隆が牽制しながら2センター、まだ3番武藤隆仕掛けて4番手、4コーナー手前から行った3番の武藤隆踏み込んでいきます。関東勢を叩きます。4番車宮下順一周離れましたが3番手追いついて難関勢、3番1番4番叩かれた5番植木隆が4番手、再び難関勢が前になって2コーナーからバックストレッチ、武藤隆が先頭です。後ろは1番の岡崎徹、今 200m 切っての第3コーナー、一列棒状です。3番武藤隆がいいペースで帰ってきます。後ろは1番の岡崎徹、4コーナー回りました。武藤隆先頭踏み直しています。武藤隆粘る1番の岡崎徹が追い込んだが、いや粘った3番武藤との接戦。第一レースチャレンジ予選競争、武藤隆が先行、つけた1番の岡崎徹、ゴール戦時は接戦となっています。それではリプレイをご覧ください。武藤隆が粘ったか、1番岡崎徹が追い込んだか、リプレイゴール戦場をご覧ください。この両者は接戦並んでのゴールです。続いてスーパー、1番武島伊藤司、2番群馬ワニブチケイスケ、3番静岡足川大雄、4番新潟中山県、5番青森三上隆之、6番千葉山崎昭弘。以上のメンバーによる対戦です。このレースも6車立てとなっています。伊藤司と中山県にラインができるようです。オールランダー4番中山健です。兄淵圭介がマークします。
そして1番下対抗する大塚さ、福島の先行タイプ、その隣が本命の抑え山口圭介です。発送いたします。体制完了です。合法になりました。第2レースチャレンジ予選競争スタートです。2番割道圭介が前を取っていきます。続いて3番足川大雄、4番が中山健、6番は山崎明弘、1番伊藤塚さ、最後尾5番三上隆之です。2コーナーからバックストレッチ、群馬の2番割道圭介が前を取って、その前に4番新潟中山健があります。オールランダー中山健、前走小倉の予選も自在な足を発揮していて1着になっています。マーカー2番車割道圭介、後半後実力を発揮しています。このレースは本命に抑えていている2番割道圭介、3番静岡足利大雄がこの上越の後ろにつけ3番手、4番2番3番2周回目いっています。6番千葉山崎明彦は短期の競争、そして1番車伊藤司は現在6番手。1月の当地では予選は抑え戦から番手にはまっての1着、決勝にも乗っていました。1番伊藤司、5番の青森三上隆之がマーク、1番5番は東北勢です。2周回の3コーナーから第2センター、4番中山健が前受け体制です。2番は割道圭介が2番手、3番鹿大雄、1番伊藤司は6番手から動きました。1番5番東北両者、この2者が上がっていきます。今赤カバンを通過、東北勢が抑えに行って、4番中山健はどうするのか、抑えに行った伊藤司一旦下がって、現在3番手の外でもう一度仕掛けていきますか。2コーナーからバックステッチ、もう一度行きました。東北勢1番5番、4番中山健はジャンで下がっての3番です。今2センター先行性1番車伊藤司、ここで流しているところ4番中山健が行きました。さあ上位勢が叩いていく、1番車伊藤司は叩かれて4番手に交代、今400メートルを切りました。4番中山健が先行、マークは2番の割引圭介、3番手3番足利優、2コーナーからバックストレッチ、1番伊藤司は現在4番手、今200メートル切っての第3コーナーです。逃げる4番中山健、絶好の展開、2番の割道圭介、3番で3番足川大雄、1番伊藤司まで4番手あたり、第4コーナーありました。4番の中山健が粘る、中山健が粘っていますか、2番割道圭介が捉えました。2番4番第2レースチャレンジ予選競争、中山健が遠く勢を叩いて先行、マークした2番割道圭介、楽な展開をしっかりものにしました。リプレイをご覧ください。中山もガードしながらの4コーナー、2番割道圭介、余裕の展開でした。中山健をしっかりと残しながらの追い込み勝ち、割道圭介。リプレイゴール戦場は2番4番、そして3着に5番の三上隆之が伸びていますか。スーパースローをご覧ください。1番青森工藤智樹、2番千葉石渡秀樹、3番東京鈴木玄斗、4番静岡雲野明、5番千葉高田隼人、6番秋田高橋信行、7番新潟佐野滝雄、以上のメンバーによる対戦です。このレースは7車立てとなりました。3レースチャレンジ予選競争、圧倒的に支持を集めたのは新人レーサー鈴木玄斗、平塚初登場です。法政大学自転車部出身、インカレ競輪のチャンピオンです。対抗する5番車千葉高田隼人、近況ここ3場所新人と対戦して、前走そして前々場所の前橋で先行して新人キラーぶりを発揮しています。高田隼人です。体制完了しました。合法になりました。第3レースチャレンジ予選競争スタートです。鈴木玄斗が前を取ります。続いて4番雲野明、
6番は高橋信之、1番工藤智樹、7番は佐野武雄、5番高田隼人、2番石渡秀樹最後尾、2コーナーからバックストレッチ。新人レーサー東京鈴木玄斗前を取りました。今3コーナー後ろには4番静岡雲野明がいます。続いて6番高橋信之、ここは6番の高橋が上がって、さらに7番佐野武雄も上昇してまいりました。佐野武雄が鈴木玄斗の2番手に入っていきます。鈴木玄斗の番手は初めて、7番ベテラン佐野武雄、2周回目の1コーナー、3番7番、この関東勢の後ろに1番車の青森工藤智樹と6番秋田高橋信之が続きます。東北勢5番高田平人は後ろ攻め、5番手から前橋の小倉、そして2月の前橋の予選は新人選手を相手に先行して2着に粘っています高田平人、マークは2番の千葉市畑秀樹、4番の雲野明が続く難関勢は5番2番4番、この難関ラインが上がっていきます。3番鈴木健人を抑えに行く5番車高田隼人、ここは鈴木健人は突っ張るのか、打掌周回に入りました。ここは3番鈴木健人は突っ張りました。突っ張られて一旦後退は難関ライン、5番高田隼人再び5番手に下がって第2コーナーから向こう正面スローペースに落としている3番鈴木健人、ここで5番高台とジャンとともにスパート、2番車の石渡秀樹が遅れを取りました。ちょっとタイミングが合いませんでした。2番の石渡秀樹短期で行く5番の高台と、ここで3番鈴木玄斗2番手にはまって、ここは5番高台とがペースを落としました。今400を切ったところに2番手から3番鈴木玄斗が発進体制も、5番の高台ともペースを上げた、突っ張る、今第2コーナーに向かった、5番の高台と3番の鈴木玄斗を出させず2コーナーからバックストレッチ、もう一度立て直して番手から出ていったのは3番鈴木玄斗、番手まくり追走になるのはその竹雄がやや離れ気味、2センターから今4コーナーに向かっていく3番鈴木健斗の先頭、後ろは7番の佐野竹雄、離れながらも懸命に追いすがる3番鈴木健斗、今先頭ゴール、3番7番、3番7番、3着に1番の工藤智樹です。第3レースチャレンジ予選競争、高田隼人もいい競争しましたが、ここは3番鈴木健斗番手に余っての番手まくり。リプレイをご覧ください。ベテラン佐野武雄も離れながらも懸命に追いすがっての2着入線のようです。リプレイをご覧ください。人気を集めた3番鈴木玄斗、7番佐野武雄でワンツー、3着入線1番工藤智樹のようです。スーパースローをご確認ください。1番地元神奈川安藤義明、2番埼玉木村健二、3番北海道椿義朝、4番地元神奈川佐々木和樹、5番地元ホームバンク関口康明、6番東京原野龍、7番福島古川隆、以上のメンバーによる対戦です。佐々木和樹と古川隆、この両自力タイプにラインができるようです。佐々木和樹です。平塚は3度目の登場、発走いたします。今回は兄の新谷選手と同時参加となっています。7番古川隆がどう出ますか。合法になりました。第4レースチャレンジ予選競争スタートです。4番佐々木和樹が上がっていきました。続いて7番古川隆、5番は関口康明、6番原野龍、2番木村健二、3番は椿義朝、最後尾1番安藤義明です。バックストレッチです。誘導に追いつきました4番地元佐々木和樹、積極的な走りで上昇中です。その後ろは1番車安藤義明です。佐々木和樹とは初連携安藤義明、4番1番5番関口康明が地元トリオ3番手、4番1番5番です。その後ろが6番東京原野龍、原野龍は現在地元勢を追走の4番手にいます。2周回目の1コーナー、7番福島古川隆は現在後ろ攻め5番手です。2年ぶりの統治参戦、
昨年8月の青森では佐々木一樹相手に先行していました。古川隆史マークは3番北海道椿義友、7番3番北日本勢に2番、埼玉木村健二が行きました。7番3番2番です。周回は2周回目の今、2センターから第4コーナーです。4番佐々木一樹が先頭です。地元トリオ4番1番5番、そして動いた7番車古川隆史、3番椿義友、北日本勢が地元勢を抑えて第1コーナー打賞周回です。2番木村健二は北日本ライン3番手、4番佐々木一樹4番手に引きます。2コーナーから向こう正面、7番古川隆史が先頭です。バックは向かい風2メートルの風速、今ジャンが鳴っています。佐々木一樹現在4番手2センター、7番古川隆史が4番佐々木一樹を睨みながら4コーナーがあって、そこで4番佐々木一樹がかましていきます。地元勢のかましに5番の関口が離れました。4番1番に地元の2人でいきますが、1番の安藤義明も切れました。これで7番の古川隆史が2番手に飛びついて2コーナーからバックストレッチ、飛びつく7番の古川隆史も離されて4番佐々木一樹が独走態勢に持ち込みました。200を切っての3コーナーからセンター、ぐんぐんと後ろを引き離していく4番佐々木一樹です。後続を引き離したまま4コーナー回りました。4番佐々木一樹今先頭でゴールインです。2着争いは1番車安藤義明、安藤義明も執念で2着入線。第4レースチャレンジ予選競争、後ろをちぎりました4番佐々木一樹のかまし。1番安藤義明も離れたんですが、なんとか2着に入りました。リプレイをご覧ください。古川隆史も離されて第2選考のような形となっていました。リプレイゴール戦場をご覧ください。4番佐々木一樹に1番安藤義明、3着3番椿義友、スーパースローをご確認ください。1番埼玉二つに重則、2番北海道藪下直樹、3番宮城亀井道義、4番埼玉吉橋秀樹、5番栃木上川直樹、6番秋田村上照久、7番茨城戸部博信、以上のメンバーによる対戦です。藪下直樹と上川直樹、この2人の自力タイプにラインができるようです。本命はこの人、平塚初登場5番車上川直樹、117期の新人レーサー、日本大学自転車部出身です。対抗する藪下直樹、北海道の徹底先行、構え手の号令かかりました。号砲になりました。第5レースチャレンジ予選競争スタートです。5番上川直樹が上がりました。1コーナー続いて3番亀井道義、1番は辰木重則、2番藪下直樹、7番戸部秀信上昇、4番吉橋秀樹がいて、最後尾6番村上照久です。バックストレッチです。前を取ったのは新人5番車上川直樹です。初優勝は昨年10月の向こう町でした。上川直樹ストロングポイントはダッシュ力、マークは7番初連携茨城戸部博信、5番7番栃木馬勢、その後ろが1番埼玉二次重則、関東ラインを形成5番7番1番です。4番埼玉吉谷秀樹はここは短期でやるようですが、今のところ関東ラインの後ろ4番手にいます。2番北海道藪下直樹は後ろ攻め5番手から、前走久留米の予選では栃木の117期生足立隆起を向こうに回し先行しました。藪下直樹3着に粘っています。マークは3番宮城の亀井道義、その後ろが6番秋田村上照久、北日本ライン2番3番6番、2周回目の第2センターから4コーナー、動いた2番藪下直樹です。北日本ラインが上がります。5番上川直樹がどうしますか、突っ張るのか引くのか、打賞周回に今入りました。引きました5番上川直樹、北日本勢が前に出て2番3番6番、5番の上川直樹は4番手に引いての第2コーナー、スローペースは2番藪下直樹です。
上川直樹は4番手から、後ろは7番戸部秀信、続いて1番二つ木重則、ジャンが鳴っています。最後尾4番吉橋秀樹です。吉橋秀樹がウィンコースから上がっていきます。ここは4番手に乗り換えた北見オンラインの4番手、4番吉橋秀樹、これで5番手、5番上川直樹が4コーナーでスパート。2番車藪下直樹を踏み込んでいきますが、ここは5番の上川直樹が前段叩きます。7番戸部秀信が切れました。これで2番藪下直樹が2番手に飛びつこうとしますが離れています。2コーナーからバックストレッチ、4レースと同じような展開となった。5番上川直樹新人レーサー、3コーナー上川が飛ばす、後ろは離れています。1番二次重則、2番手願った、4コーナー回りました。5番上川直樹後続をぶっちぎって今センターゴール。そして1番車の二次重則、5番1番4番吉橋秀樹が3番手あたりです。上川直樹持ち味のダッシュ力を生かして後続を一気に引き離していきました。独走状態で先頭ゴール。リプレイをご覧ください。1番二次重則が2番手に上がっていく体勢で4コーナー、上川直樹人気に応える先頭ゴール。リプレイゴール戦場をご覧ください。続いてスーパースローです。1番福島ふとゆうか、2番岐阜小坂智子、3番東京岡本にな、4番岐阜宮地ねね、5番青森大和くぼみ、6番東京小林理子、7番愛知鈴木ジュリ、以上のメンバーによる対戦です。この強い風によりまして、自転車はスポーク車輪を使用いたします。先頭誘導員は遠沢健二が選手が務めます。2番車小坂智子、最後に上体を起こすところ、発走準備は整いました。発走いたします。本命に抑えたのは6番車小林理子、実績は他のメンバーからよりも相当な実績を持っています小林理香。先頭員遠沢健二選手、今4コーナーを回ったところです。号砲になりました。第6レースガールズ予選競争1がスタートしました。ここは2番小坂智子が上がっていきます。スタート得意な2番小坂智子、続いて3番岡本にな、6番が小林理子、3番手に入りました。続いて5番が大和くぼみ、1番ふとゆうか、外から上がる4番宮地ねね、最後尾に7番鈴木ジュリです。バックストレッチ前を取りました2番岐阜の小坂智子、平塚は約7年ぶり久しぶりの参戦です。2番手に犬は3番東京岡本にな、平塚初登場118期の岡本にな、師匠は石井博子選手だそうです。2番3番と続いて3番手に4番岐阜の宮地ねねが入っています。雪もなくなってしっかりと練習ができるようになりました、時の話していました。4番宮地ねね3番手、4番手に6番車東京小林理子、平塚は過去2度の優勝があります6番小林理子本命、その後ろに5番車は青森の大和くぼみ、小林理子とは同期生、ここでデビューして早く9年が経とうとしています大和くぼみ。1番ふとゆうかが6番手にいます。平塚は3度目の参戦、1番後ろは7番愛知鈴木ジュリ、116期の卒期チャンピオン7番の鈴木ジュリです。今2周回目の4コーナーを回りました。まだ動きなく2番車小坂智子先頭、2番手3番岡本にな、4番宮地ねね、6番小林理子、打掌周回に入りました。小林理子の後ろは5番の大和くぼみ、1番ふとゆうかがいて、そして1番後ろ7番鈴木ジュリ、この体勢変わらず打掌周回、2コーナーからバックストレッチです。ここで1番後ろの7番鈴木ジュリが動きました。短期で上がっていきます。ジャンが鳴りました。
鈴木樹里が先頭まで行くのか、現在3番手に入りますか。7番鈴木樹里、引いた4番宮地ねね、4コーナー余ってスローペースは2番先頭小坂智子です。小坂智子が先頭ですが、2番手から発進は3番岡本里奈、外から4番のここは宮地ねねが行きます。追走6番の小林理子、小林理子がうまく2番手に上がって、内に2番の小坂智子がいます。2コーナーがバックストレッチ、内からすくって小坂智子、4番の宮地ねねの後ろをすくおうとしています。4番宮地ねねが外に浮いて、そして3番手から6番の小林理子が動いて、2センターから4コーナー、その後ろは3番の岡本里奈がいます。4コーナー余りました。6番の小林理子が先頭に立った、外に3番の岡本里奈、6番小林理子、そして3番の岡本里奈、6番3番東京勢の2人でワンツー、そして4番車の宮地ねね。第6レースガールズ予選競争の1、さすがに6番小林理子後手は踏みません。前々に攻めて3番手から行きました。岡本里奈も迫ったんですが、2着あたり。リプレイをご覧ください。内からすくった2番の小坂智子、外から突っ込む小林理子、そして岡本里奈もいい足で突っ込んできています。リプレイ、ゴール線上は東京勢の2人、スーパースローです。1番東京奥井文、2番大阪森内愛香、3番埼玉藤田マリア、4番愛知大谷杏奈、5番愛知佐々木恵里、6番大阪飯塚智子、7番千葉石井貴子、以上のメンバーによる対戦です。先頭誘導員は河野純吾選手が務めます。厳しい雨のコンディション、風も強く3メートルの風速です。石井貴子登場。ここ1番の勝負強さはピカイチ、現在2連覇中。発走いたします。そしてその石井貴子の大学の先輩奥井文、この奥井文も現在通算優勝回数は81回、平塚も優勝実績があります。構えての号令かかりました。5コーナーになりました。第7レースガールズ予選競争1がスタートしました。ここはスタート争い、5番の佐々木恵里、外から7番石井貴子が上がって、石井貴子が前を取って1センター、続いて5番が佐々木恵里、6番が飯塚智子、1番奥井文、2番森内愛香、4番が大谷杏奈、最後尾3番藤田マリアです。バックストレッチです。まずは前を取りました7番石井貴子、現在2連覇中、好調はキープしています。続いて5番車は愛知の佐々木恵里、平塚初登場です。国立大学出身、システムエンジニアから転身したそうです。5番車佐々木恵里、3番手に6番車は大阪の飯塚智子、ガールズ1期生、平塚は3年ぶりとなりました。飯塚智子3番手、4番手から1番東京奥井文、先行よりも幕井の決まり手が吹いている近況、今年は2度の優勝があります奥井文。続いて2番車大阪森内愛香、平塚初登場、118期生です。5歳から BMX を乗り始めて夢中になったそうです。そして競輪界に入りました森内愛香、自転車が大好きと昨日話していました。4番愛知の大谷杏奈は6番手、平塚は4度目の参戦、過去は2度決勝に乗っています。大谷杏奈、最後尾3番埼玉藤田マリア、インターハイ競輪のチャンピオン、初優勝は女王児玉葵を破った価値ある優勝でした。3番藤田マリア最後尾です。周回は打賞周回に入ります。ここで動いたのは4番の大谷杏奈、大谷杏奈が上がっていきます。打賞周回1コーナー、一旦空いた5番手に入りました4番大谷杏奈、4番手に入りました5番手に引いた1番奥井文です。今度は3番の藤田マリアがここから動く体勢か、1番奥井文の後ろに追い上げて、後ろは内は2番の森内愛香と並走です。
ジャンが鳴っています。先頭7番石井貴子、このまま先行していきますか。2センターまだ流しています。ここで1番の奥井文が6番手あたりから仕掛けました。奥井文がスパート、7番の石井貴子も踏み上げて、3番藤田真理也が現在奥井文の2番手います。今1コーナー奥井文が行きます。7番車の石井貴子が内から救っていきますか。2コーナー、ここは1番の奥井がサイド踏み込んでいきます。石井貴子、この両者踏み合いか。やし一歩下がって7番石井貴子、外に3番の藤田真理也、2センターです。1番の奥井が先頭、そして7番石井貴子、第4コーナー回りました。奥井先頭は7番の石井貴子は抜きに行きますが、奥井踏み直すも石井貴子捉えました。7番1番です。7レースガールズ予選競争の1位、人気両者のこの2人でゴール争いも7番石井貴子が抜いています。7番1番大学アルペンスキー部の先輩後輩の2人でワンツー。リプレイをご覧ください。奥井を出させて石井貴子2番手キープから抜いていきました。リプレイゴール戦場をご覧ください。奥井文をかわす7番石井貴子、3着はどうか。5番の佐々木恵里か、3番藤田真理也か。スーパースローをご確認ください。1番地元ホームバンク吉川誠、2番栃木小坂俊幸、3番地元ホームバンク国井祐希、4番東京鈴木雄一郎、5番地元神奈川山田慎一郎、6番新潟笹川隆二、以上のメンバーによる対戦です。6社立てとなりました第8レース A 級特予選競争です。ゆきと鈴木一郎、この2人がラインの先頭を走ります。ホームバンクにゆき、そして鈴木一郎、ここ2場所安定した成績を残しています。鈴木一郎、平塚は優勝実績があります。構えての号令かかりました。号砲になりました。第8レース A 級特予選競争スタートです。1番吉川誠がスタートを取りました。続いて3番国井祐希です。5番が山田慎一郎、地元トリオ、4番鈴木雄一郎は4番手から、2番小坂俊幸、6番笹川隆二が続いています。先頭はパックストレッチから3コーナー、1番吉川誠です。平塚は A 級そして S 級でも優勝実績があります。その前に3番国井祐希が入っていきます。今季初勝敗して奮闘中国井祐希、迎え入れて吉川誠、5番の山田慎一郎、地元勢3番手、3番1番5番、2周回目に入りました。4番鈴木雄一郎は4番手から、なかなか体調面で成績にムラはありますが、このところ安定しています。鈴木雄一郎マークは2番下栃木小坂俊幸、6番の笹川隆二が続きます。4番2番6番は関東勢です。二分戦となっています。8レース特予選競争6社立てです。2周回目の第2センター、3番国井祐希誘導に後ろで車間を開けました。4番鈴木一郎4番手から上がります。国井祐希はさあ車外に持ち出しながら突っ張る気配です。打掌周回1コーナー、突っ張った3番国井祐希です。突っ張られて4番鈴木一郎、再び4番手に収まって、2コーナーから向こう正面、鈴木一郎もう一度行きますかどうか。3番国行が、さあここはペースを上げるのか。ジャンが鳴りました。さあ外に
車を持ち出しながら踏み込んでいく3番国行き、地元勢3番1番5番4番鈴木一郎は4番手、6番の笹川龍二が大きく遅れを取っています。今400を切っての1コーナーから第2コーナーに向かいます。3番国行きが飛ばしていきます。後ろは1番の吉川誠と5番山梨一郎、4番手から4番の鈴木雄一郎のアタック、現在3番手上がって番手から1番の吉川誠が出ていきます。その後ろから4番の鈴木雄一郎、そして2番の小坂俊幸、4コーナーもありました。吉川誠先頭、追いかける4番の鈴木雄一郎ですが、吉川誠が先頭ゴールです。1番4番2番あたり8レース A級特予選競争、国行きが主導権、番手まくりを放った1番吉川誠、そしてその後ろに追い上げてきた4番鈴木雄一郎が2着入線のようです。リプレイをご覧ください。番手発進、吉川誠、鈴木雄一郎、2番の小坂俊幸、関東勢が2番手3番手で追いかけますが、吉川誠が先頭ゴールです。続いてスーパースローをご覧ください。1番栃木小田倉雄二、2番地元神奈川鈴木純、3番北海道平沢秀信、4番栃木塚本勝志、5番地元神奈川佐々木真也、6番福島塚本聡、以上のメンバーによる対戦です。少し風は風速は収まりました。3メートルから現在は 2.5 メートル、北西の風、ホーム追い風となっています。人気の中心はこの人、5番車佐々木真也です。日大自転車部出身、4レースで1着となった弟の和樹選手は同期生です。対抗する小田倉雄二、小田倉雄二がどんな手を打って出ますか。自在戦法、号砲になりました。第9レース A 級特予選競争スタートです。1番小田倉雄二が前を取りに行きました。まずは前を取っての組み立て、小田倉雄二、5番佐々木真也が2番手にいて、続いて2番鈴木純、3番平沢秀信、4番塚本勝志、最後尾6番塚本聡です。バックストレッチから3コーナー、前を取った1番栃木小田倉雄二です。前場所久留米の最終日では先行していました小田倉雄二、4番車塚本勝志がマーク、栃木勢1番4番、その後ろに6番福島塚本聡が続きました。1番4番6番2周回目に入っています。5番佐々木真也は4番手から特別勝負して初戦がこの平塚でした。前回来た時は予選は先行して2着でした。佐々木真也、後ろは2番車鈴木純がマーク、佐々木真也と初連携鈴木純です。5番2番地元勢、その地元勢の後ろに3番北海道平沢秀信、鈴木純とは同期生、5番2番3番です。2周回目の2センターから4コーナーを回ります。前受け体制1番小田倉雄二、上昇5番下佐々木真也、佐々木真也がゆっくりと上がっていきます。赤番を通過します。小田倉雄二の位置取りはどうか。ダッシュ周回1コーナー、前を抑える佐々木真也、1番小田倉雄二引きました。4番手に下がって第2コーナーです。先行体制5番佐々木真也、マーク2番鈴木純、3番手3番平沢秀信、向こう上面ジャンが鳴って1番小田倉雄二、4番手4番塚本勝志、6番の塚本聡が最後尾で4コーナーを回ります。佐々木真也ペースを徐々に上げていく、腰を上げています。後ろを警戒しながら今400を切ってスパートです。佐々木真也、マーク2番の鈴木純です。3番手3番平沢秀信、1番小田倉雄二は現在4番手を追走中、2コーナーからバックストレッチです。5番佐々木真也飛ばして200メートルを切っての3コーナー、1番小田倉雄二4番手から動くもまだ3番手の外で止まっています。2センターから第4コーナー、5番の佐々木真也先頭で帰ってくる、後ろは2番の鈴木純です。佐々木真也そのまま逃げ切りました。5番2番3番あたり
第9レース A 級特予選競争、佐々木真也の先行逃げ切り、鈴木純との地元勢でワンツー。リプレイをご覧ください。しっかりと自分のペースに持ち込んで最後も踏み直して、背足もしっかりとしていました佐々木真也。リプレイゴール戦場スーパースローをご覧ください。1番青森大崎和也、2番静岡大竹哲也、3番東京阿部裕之、4番埼玉早川誠也、5番福島猪狩勇樹、6番宮城関戸勤、7番静岡佐藤明、以上のメンバーによる対戦です。3分戦となるようです。大竹哲也、早川誠也、猪狩勇樹、この3人がラインの先頭を務めます。本命は5番車猪狩勇樹、早川誠也は自在戦法。発走いたします。そして大竹哲也、静岡の先行タイプ。後方になりました。第10レース A 級特予選競争スタートです。大外7番佐藤明がスタートを取っていきます。続いて1番大崎和也、2番が大竹哲也、6番関戸勤、4番早川誠也、3番阿部裕之、最後尾5番猪狩勇樹です。バックストレッチです。佐藤明が前を取って、その前に2番の道県静岡大竹哲也が入りました。前場所の大垣、その前の西武園と予選は先行して2着1着と予選をクリアしています。大竹哲也マーク、7番静岡の佐藤明、2番7番静岡コンビ、3番手に本命5番猪狩勇樹です。予選は9場所連続連帯中、その全てが自力。最近ではここ3場所はまくり3連発です。5番車猪狩勇樹、1番青森大崎和也がマークです。6番宮城の関戸勤が続いて、東北勢は5番、1番、6番です。4番埼玉早川誠也は6番手、自在戦早川誠也。前場所西武園の予選競争は目標がいました。目標がいたレースで1着になっています。早川誠也今日は自力でやります。後ろには3番の阿部裕之、4番3番埼玉東京コンビです。2周回目の4コーナーを回りまして、埼玉東京勢動きました。早川誠也に阿部裕之、4番3番この2車が上がって前を抑えに行きます。打勝周回1コーナー、静岡勢は下がって猪狩勇樹が3番手に上がりました。大竹哲也を抑える5番の猪狩勇樹、2コーナーから向こう正面、さらに車を押し上げていく東北ライン。4番早川誠也は中段まで下がります。ジャンが鳴って2センターです。先行体制は猪狩勇樹、2番の大竹哲也、6番手から一気にかましました。静岡勢が一気にかましていきます。東北勢を叩いた2番大竹哲也、離れた7番佐藤明、2番手に懸命に追いつく、しかし離れています。第2コーナー飛ばす青竹哲也、7番佐藤明離れた、3番手から5番の猪狩勇樹が仕掛ける。今 200m 切った、猪狩勇樹が2番車の大竹哲也を捉えていくか、いい勢いでくる。4コーナーまた大竹哲也足色鈍った、5番の猪狩勇樹捉えました。追走1番の大崎和也です。5番、1番、そして粘った2番の大竹哲也。10レース A 級特予選競争、大竹哲也の一気のかましに佐藤明がつけきれませんでした。離れたところ3番手から追いかけた猪狩勇樹がまくって、大竹哲也を一気に抜き去っていく。4コーナーリプレイをご覧ください。猪狩勇樹に大崎和也、人気両者でワンツースーパースローをご覧ください。
1番千葉福森慎太郎、2番栃木黒田敦史、3番宮城阿部秀光、4番千葉吉澤健、5番北海道加津勇気、6番埼玉大沢博之、7番福島伊藤圭。イチョウのメンバーによる対戦です。福森慎太郎と伊藤圭がラインの先頭を務めます。7番車伊藤圭、平塚は2度目の参戦、前回来た時はチャレンジでしたが優勝しています。発走いたします。対抗する福森慎太郎、伊藤圭とは初対戦です。千葉の自力タイプ、号砲になりました。第11レース永久特予選競争スタートです。1番福森慎太郎、外から5番加津勇気、この両者が並びながら誘導に追いかけています。ここはしかし1番の福森慎太郎が前を取ったようです。第2コーナー、4番吉澤健が上がっています。千葉勢1番4番です。6番大沢博之上昇、3番阿部秀光、7番伊藤圭、最後尾2番黒田敦史です。1周回目の2センター、1番千葉の福森慎太郎が先頭、千葉の機動力タイプ、同県千葉4番吉澤健がマーク、1番4番千葉勢には6番埼玉大沢博之です。1番4番6番、7番の福島伊藤圭は4番手から、昨年の後期から2班に昇班しました伊藤圭です。マークは5番車北海道加津行き、戦歴上位の加津行き、このレースは本命に押されています。7番の伊藤圭をマーク、その後ろが3番宮城阿部秀光、7番5番3番北日本ライン、1番後ろは2番下栃木黒田敦史。このバンクは準地元バンク、毎回3日に1度は怖いと演出しています。3日間目の離せない存在2番黒田敦史、今日は短期の競争です。周回は2周回目の第4コーナーを回りました。ここで動いた7番伊藤圭、千葉勢抑えに上がって今カーバンを通過しました。抑えました北日本勢、千葉勢引きました。福森慎太郎は5番手に下がりました。第2コーナー先行体制伊藤圭、福森慎太郎を警戒しながらバックストレッチ、今鐘が鳴りました。ジャンが鳴って残り1周半です。伊藤圭がまだ1番の福森慎太郎の出方を見ながら第4コーナーを回っていきます。もう一度後ろ振り返った、さあここで前を向きました7番伊藤圭、腰を上げてスパートです。今 400m を切りました。番手6番の加津勇気、3番阿部秀光、3番手4番手2番の黒田敦史、さあここは1番の福森慎太郎、まだ5番手で2コーナーからバックストレッチ、逃げる7番伊藤圭です。1番福森慎太郎5番手からまくりを離すも車が進みません。2センターまだ4番手あたり、4コーナー回っていく、先頭は7番の伊藤圭、引きつける5番の加津幸、さあ先頭はここは5番の加津幸がかわしていきます。かわしていく先頭ゴールです。11レース永久特予選競争、加津幸がものにしました。粘った7番伊藤圭、北日本勢上位独占。5番7番3番あたり、リプレイをご覧ください。福森慎太郎もまくりで仕掛けたんですが3番手あたりでいっぱいでした。5番加津幸、福森慎太郎引きつけながら7番伊藤圭をかばいながらの差し足、スーパースローをご覧ください。1番東京内田元気、2番福島金沢隆二、3番地元神奈川出沢拓也、4番静岡望月雄一郎、5番群馬宮内善光、6番千葉栗本直宗、7番埼玉宿口純平。以上のメンバーによる対戦です。雨はだいぶ小やみになってきています。本命に抑えたのは3番出沢拓也、今日は栗本直宗マークの競争、その隣が2番車金沢隆一、平塚は怖い小バンクです。金沢隆二です。発走いたします。
千葉の先行型6番車栗本直宗。体制完了です。号砲になりました。第12レース A 級特選競争スタートです。ここは6番栗本直宗がまずは上がりました。続いて1番は内田元気、5番が宮内善光、3番出沢拓也、4番望月雄一郎、7番宿口純平、1番後ろは2番金沢隆二です。バックストレッチです。6番千葉の栗本直宗先頭、千葉の先行タイプ。ここ2場所小倉の最終日は先行逃げ切り、砦の準決勝も先行逃げ切りを決めています栗本直宗。後ろ初連携3番出沢拓也です。当地前回は優勝でした出沢拓也です。2連敗を狙っての参戦。その後ろ3番手はベテラン4番静岡望月雄一郎、難関ライン3番手、中段4番手1番車東京内田元気です。ラインに目標なくどう出ますか。自力は昨年末の S 級戦松山で最終日まくりを打っていました内田元気。マーク7番埼玉宿口純平、1番7番埼玉東京コンビ、2番福島金沢隆二は6番手です。約3年ぶり久しぶりの参戦金沢隆二、平塚は久しぶりです。平塚はしかしいつも好成績を残しています。その金沢隆二が上がりました。5番群馬宮内善光がマークしています。2番5番この2車が上昇、赤番を通過しました。1コーナー栗本直宗を抑えました2番車金沢隆二。ここは6番栗本直宗一旦車を下げます。ここで動いた埼玉東京コンビ、ここは1番車の内田元気が前を押さえて、ここで6番栗本直宗ジャンと共に発進体制2センターです。難関ラインが行って1番内田元気は4番手に下げます。これで2番の金沢隆二は6番手に置かれました。一旦流し気味に400を切る6番車栗本直宗、マーク3番デザータクヤ、3番手固める4番のここは望月雄一郎、2コーナーからバックストレッチ。1番内田元気は4番手、2番車金沢隆二まだ6番手で200を切っての3コーナー、ここから2番の金沢隆二が高スピードで上がってまいりました。難関勢に迫ってくる2番の金沢隆二、これを見て3番のデザータクヤ追い込んでいく。3番デザータクヤ今追い込んでゴールインです。12レース A 級特選競争、6番栗本直宗の先行を生かした3番デザータクヤ、1着ゴールで粘った6番栗本直宗、そして4番望月雄一郎、難関勢上位独占。金沢隆二もここからいいスピードで攻めてきたんですが直線は伸びきれませんでした。リプレイゴール線上をご覧ください。続いてスーパースローです。